はい、こちらがレゴランド名物のミニランド。見てください、姫路城。でん。そうやね、押したら、あ、なんか鳴ってんな。なんか鳴ってんな。すげえ。まあ、こちらは名古屋ということもあって、これ名古屋ドームやね。スカイツリーです。結構高いよ。なんかね、電車が走ってるのかな、これ。すげえ。あ、お台場なんや。フジテレビやな。このガンダムもあるで、ガンダムも。ここからが大阪です。ね、道頓堀。道頓堀があって、で、通天閣。通天閣のそばには、あべのハルカスです。いやー、なんかすごいな。結構ねボリュームありますね、これね。さあ、こちらからねまたエリアが変わりますね。あ、あれが新エリアかな。でも忍者ゴーのエリアね。さすが、さすが。終わり。終わり。タちゃん見たよ。お、タちゃんすごい。おー。さあ、お腹減りましたんで朝食にしようかな。そう、忍者キッチン。結構ね値段が高いという噂を聞いてたんですけども、まあまあ普通かな。あ、でもソフトドリンク高いな。これ何チャーハン？おお、すごい。わ、美味しそう。エビマヨ。エビマヨと、これはなんだ、こっちは。わあ、来たよ。よっしゃ、じゃあいただきましょうか。どけたら。これエビちゃんやね。上手に食べて。エビです。うん。じゃあエビちゃん、はい、エビちゃんです。いただきます。どうも。で、次はどうですか。美味しいですか。美味しいです。はい。うまい。ごちそうさまでした。美味しかったです。うん、めっちゃ美味しかったね。はい、こちらからね、またエリアが変わりますよ。ここはね、なんかお城のエリアかな。やっぱそんなに並んでないですね。今からね、消防レスキューのアトラクションに行こうと思います。あ、結構並んでるで。出てるやん。牢屋から出てるやん。脱獄したな。これ何買ったん？え？あ、キーホルダー。ホットドッグマン。ホットドッグマン。なんじゃそれ。これ何？ママいて。ママいて。ママいて。タクちゃん最初これって言う。タクちゃんこれ何？サボテンマン。サボテンマンや。おーい、またなんか渋いの買ってんな、また。あ、バイク。
はいよ。さあもう時刻もね夕方4時を回りましたので、そろそろ帰ろうと思います。本当にね非常にね楽しかったです。まあ、園内広さ的にはね、まあ、1日あったら、まあ、回れるような感じでした。今日はそんなに混んでなかったんでね、たくさんアトラクションに乗れましたので非常に楽しい一日を過ごしてまいりました。さあ行こうか、なっちゃん。帰りましょうか。はい、濡れるで近づいたら。はい、チーズ。 OK。Thank you.
ただこうと思います。はい、はるくんコーラ、あたくちゃんはカルピスオレンジレモネード。よっしゃ、その前にみんなと、その前にみんなと、パパ、うん、その前に